はい、どうもタイガです。今回やっていくのは、ペンギンを使っていくんですが、相方にはね、カタパルトを使ってもらいます。ミノガールカモすぎだからっていうね、動画をね作れたらいいかなと思います。カタパルトと、ペンギン、この2キャラはですね、ミノガールをマジでぶっ殺せるんですよ。超簡単って言っちゃうとなんかまた反感買うかもしれませんが、本当に簡単なんでぜひ見ていただきたい。理にかなった、有利な、あれを持ってます。僕もねミノガールは使いますが、それもね含めてね、向こうミノガールもちろん使ってくるし、他の強いキャラも使ってくるんで、そこら辺も全て含めて相手のミノガールをねバンバン突破していくんで、よかったらね、ご視聴してみてください。こんな話をしてね負けたら格好悪いんですけど、ではやっていきましょうか。ペンギン、まずペンギンなんですが、何がね強いのかって話なんですよね。分からない方もいらっしゃると思うんで説明したいんですが、ペンギンね、前回の調整で、ちょっと車の音入ったら申し訳ないです。ペンギンがですね、前回の調整で、回転の3段階目の回転のスピードが上がった。1段階2段階3段階とペンギンのスキルには、ありまして、その3段階目になるとさらに速度が上がる。それによってですね、ミノガールのブメをほぼ1ヒットもせず、大体0から1ヒットで避けてミノガールまで突っ込むんですよ。で、砦裏までねいるミノガールだとね、ちょっと当たり判定的にも届かない場合があるんですが、中距離砦の横ぐらいだったら、もうそのねミノガールの前にキャラを置いてね、ペンギンをね抑えようとしても2ヒットします。ミノガールに1体で、でその2ヒットで4割ぐらい削れるんで、もうほぼ勝てるんですよ。どんな風にやるか、見ていただけたら。エンジェル引けてもちょっとラッキーですね。ラッキーではあるけど、ちょっとこれはマジで不利。ナスにボコボコにされてるんで、かなり不利ではありますが、カタパルトもね、ナスに圧倒的、ナスじゃない、ナスもそうですけど、ミノガールに圧倒的に有利。ボコボコっすね、本当に。使われてる側はもう、どうしようもないんじゃないかなって、いうぐらい。さあ、ここね、取られないように気をつけたいところではありますが、さあ、前に壁を張りながら、カタパルトで謎を倒していく。これでね、大型をね、ミノガールを使わずに済んだのがいいですね。ただコストがね、あんまり余裕がないんで、ここだけね、丁寧に使いたいところではありますが。さあ、取り手も取っていく。そしたらね、これ、スクリームナイス。後ろも綺麗に押さえて。こっからっすね。まだ多分コスト勝ちしてないんで、ミノガールをね、いつでも切れるコストだけね、残せるようにしたいところ。多分いけるだろうと。このぐらいのね、誤差だったらね、いいかなと。そしたら残り時間ね、1分半なんで、もうミノガールいっちゃいます。圧かけて攻めていきたい。さあ、お相手がね、何の大型を持ってるかによるんですが、これと、で、上もきつい。上まず抑えようか。取られたらね、カウンターされちゃうと思うんで。で、このこれをどう倒すかだな。ペンギン合わしたいんだけど、でもなんかダメージ入ってますね。ダメ入ってますね。何入ったんだろう。ペンギンかな。ペンギンが止まってなかったのかな。わかんないけど、なんかダメージ入ってる。勝てそうですね、これ。さあ、ウサギもね、綺麗に潰して。ウサギ二人持ちだ。今気づいたけど。砦裏からね、ペンギン出して、このペンギンで相手のウサギを処理。で、裏からね、バサカを一緒に走らせて、砦を取りたいですね。ペンギン、これ強いんすわ。本当に。ぐる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 って。砦を取りたいが、どうでしょうか。うちのペンギンはですね、D1 がついてないです。D1 と底力。団子フルではあります。だからね、ちょっとだけステータス足りないんですけど、それでも結構強くて。さあ、干渉はいかないかな、惜しいですね。最初は点差勝ちといった具合で。ね、初戦ね、ミノガール出てきませんでしたが、ミノガールがね、出てきたらね、すぐわかると思います。ではね、次やっていきましょうか。はい、2試合目ですね。なんと、皆さんご存知の、あのタッグにぶつかりました。さあ、札は悪くない。火力がちょっとあれですけど、悪くないですね。かなりいい札。安めめタッグ。まさかの、両方フレの表示で、安めめタッグが登場。さあ、これをね、どう攻略するかではあるんですが、足はいるんでね、砦が、真ん中取れたらラッキーぐらい。相手もいるかな。
相手もいますね。まあ、取れずと。さあ、これどう攻略するかですね。まあ、メメさんがアビマドな気がするんだけどね。いつも使ってるから。どうなんでしょうか。とりあえずね、あの、魔導系のキャラにはね、ペンギン置いてあげればもう、ゴリゴリに削れるんで。これでね、ガチョンと、削りに行って。さあ、魔導1体目処理。ブルがね、でもね、めっちゃ削られてますね。さすが太っちょ、超強い。さあ、一緒にね、攻めさせてあげて、取りに行く。さあ、一発目、ゴーレが出てくると。ちょっとこう、ペンギン重ねて、カタパルトも重ねて一瞬ですね。もう、カタパもね、めっちゃ強いんですよ。大型戦もう鬼なんで。ほんと、やられてる側たまったもんじゃないですね。さあ、ペンギンが突っ込んでいく。まあ、スクリームか、ちょっとめんどくさいな。さあ、ベビーでね、抑えてくれていますが、噛みつきでね、やられてしまうんでね。まあ、ここはしっかりウォークでカバーしましょう。マンドラはね、逃がしてしまうと、もう後がきついんで。さあ、どうしようかね。コストはね、余裕があるんだけど。攻め込めないですね。さあ、マド2本目。栽培があるのがちょっとね、嫌で。栽培があると、あの、ペンギン回しづらいんですよね。まあ、回すんですけど。まあ、これでね、あの、多くで回収できると思うんで。あの、栽培をね、だいぶ。まあ、ペンギンと、まあ、時間的にもね、圧がすごいんで、ミノガールで。抑えに行きたい。さあ、いい感じ。で、裏もね、しっかり見て。キラビも正面当てでいいっすね。その後前も行ってくれるんで。そこのままね、前突っ込みたいところではありますが、相手がね、ミノガールを引いている。さあ、ここペンギン回します。まあ、どんな具合になるか、まあ、見ていきましょうか。まずね、この中型を全部移送しながら、1ヒットからの前にキャラを止めても2ヒットします。なんでかっていうと単純な話ですね。着弾してるからです。ペンギンのスキルは、範囲で1ヒット。プラス、何かに激突した時に、さらに範囲でもう1ヒットするんですよ。つまり、超高ダメージが2ヒットするんですよ。それをね、うまく利用するとね、本当に見逃るボコボコにできます。マジで。さあ、いい感じ。まあ、時間が足りるかどうかってとこですけど、勝ちの流れではありますね。さあ、こけるべを置いてね、体をしっかり倒して、後ろの鳥でも安泰ではありますが、まあ、時間が足りないかなといった具合。うん、ちょっと時間厳しそうですね。もう、サイとね、スクリームのコンボとか結構強いですよね。めっちゃ突き上げるし。さあ、キラビでしっかり見て。まあ、判定勝ち。判定あったっけ？判定ないな。今回は判定ないわ。ドローか。まあ、ドローっすけど、判定勝ちということで。はい、続きね、やっていきましょうか。ちょっとあれですね、ミノガールがもし早めに、ね、出てくればね、もっとね、ペンギンでミノガールを簡単に倒せるところね、見せられると思うんで。札はまあ、バランスはいいかなって感じではあるんですけど、どうかな。まあ、ビートルの金バッジは超強いですね。かなり使いやすい。さあ、猫。置いて。猫。砦がやっぱ欲しいですね。まあ、ソロもマルチもそうなんですけど、まあ、足キャラがね、やっぱね、一歩いるかいないかで話が変わる。砦を取れるってことは、もしね、前のキャラがきついって、オジハとかクモとか、いや、イカとか置かれてきついって時に、フォワードラとかでもいいですけど、ラインを下げれるんですよね。砦を1個下げて、そのキャラを、ね、流したりとか、向こうの砦にね、置き去りにしたりとか、もできるんで、うん。砦を取るってことは大事ですね。で、砦を取れてるってことはね、有利でね、前に攻めやすくなるんで。さあ、ミノガール来ましたね、早速。ただ、ミノガール来てるんですけど、エンジェル付きはちょっとめんどくさいですね。エンジェルがついてしまうとね、ペンギンに削りに行ってもどんどん回復されてしまうんで、さあ、激流がでも優秀。あ、いいですね。エンジェルがボコボコにされてる。さあ、2本処理したのはでかい。さあ、ここからペンギンラッシュいきましょうか。ペンギンからのミノガール。壁だけしっかり置いてあげて。このペンギンがね、どういうね、働きをするのか見ていただきたいんですが、まあ、ここで、ね、まあ、ちょっとハーピーがいて、やられちゃいましたけど。ペンギンの裏にですね、今ミノガールがいる状態。こういう時にね、ブーメランを食らわなかったりとかもするんですよね。ブメが、より遠くのデッキに対してね、索敵して、動いていくんで、それをね、うまく利用してあげると、真ん中にね、ミノガールを後ろに置く、相手のミノガールがいる、その間にカタパルトを置いたりとかすると、カタパがね、相手のね、ミノガールのブメ食らわないで一緒に殴れたりとかもするんで、そう、かなり強い。まあ、今回ね、ペンギンとミノガール、あ、ペンギンとね、カタパルト、両方ともね、ミノガとか、まあ、このブラドラもそうですけど、マルチ、もう超強いんで、まあ、ペンギンは、まあ、持ってる人で使ってない方はよかったら使ってみてください。あとね、育成してみたいなって思ってる方はね、育成してみたら、まあかなり変わるかなと思います。普通に強いんで。で、カタパルトに関しては本当にマルチ最強っす。
さあいい感じ。このナメコマジ強いよね。この砦前にさ、栽培いっぱい来るとさ、この圧半端ないからな。守ろうとすると守るキャラが死ぬし、アシュラの金鉢なのにさ、一瞬でさゴリゴリ削れるじゃん。ねえ、さあ取れるでしょうか。取れない。いやっぱペンギンが強いんだマジで。ゴツで、これカンガルーもワンパンね。ペンギンが本当に強い。あのカンガルーをねボコボコにしたんですよ。さあここねビートルで奪って砦を狙いに行く。さあ取っていく。もうカンガルーがね結構最近自己枠なんですけど、相手がペンギンようが今が関係なく結構自己枠なんですけど、まあその中でね、あのやっぱりどうしても苦手な場合がある、突破できない場合がある。そんなねペンギンがね、カンガルーをねやっぱ突破してくれたりとか、あの普通にね、場が膠着状態の時はあのカンガルーよりもねもっと前の方でペンギンを抑えられちゃったりとかしてカンガルーに攻撃取らない時もあるんですけど、こうやってね結構ゴリゴリにね押せ押せでね、後ろも見ないといけない、前も見ないといけないって時にねペンギン出すとね、意外とね後ろにいるカンガルーにもね届いてくれたりとかして、いい感じですね。落ちないかな、ちょっと落ちないかな、守られちゃいますねこれは。まあ点探しといった具合で、ちょっとうまくね、もうちょっとうまくペンギン使えるところがあったらね、うまくねご紹介できたらいいなと思うんですが、まあ次やっていきましょう。はい、次の試合ですね。ペンギン、ちなみに今回アビリティペンギン使ってますが、アビリじゃなくても強いです。あの僕はですね、ペンギンリーダーでソロリーグはねあんまり多分やるつもりないんですよ。っていうのも、いや強いんですよペンギンリーダーのソロリーグ。ただ他にもね使いたいキャラがいっぱいいるんですよ。でもペンギンは確定枠に入れ続けようかなって思うぐらい今強いです。35にしてもいいかなって、底力フルにしてもいいかなってぐらい強い。かなりいいキャラになってます。札もいいですね、バランスがすごい。キラビーの金鉢マジ強いですからね。で魔導もね最近ね性能上がってね全然前張れるんで、今まではね後ろに置く安定で前はあんまり使えないみたいな感じだったんですけど、攻撃対象がね複数になってね2体まで1回で見れるなんてすごい強くなりましたね。さあハーピーの目が出ますね。これペンギンでまた全部投げ倒してパパーンと、これがマジ強い。さあ魔導をね砦の間に挟んで、もうこれで圧かけましょう。もうこれ砦守りづらいですね相手は。これきついですね。もう旗がね運ゲーですけど、綺麗に刺さっちゃうとねさすがに厳しい。まあでもここねユーカリンが行きましたね。ブルドラとカタパならいけるだろうと。カタパがね強えんじゃ、カタパが強えんじゃ、マジやばいよなこれ。さあ獣剣士がやってきますね。ここはね獣剣士の攻撃食らっちゃうとねロックマンで2ヒットしちゃうんで、獣剣士のトマホークがね地上を投げてから帰ってきて空中判定あるじゃないですか。それで、ね、ロックマンがね飛ぶ判定とかぶっちゃうと大ダメージ受けちゃうんですよね。なんで獣剣士の攻撃食らわない位置から切ってあげて、ユーカリンがカタパルトでミノガールとカタパルトにね届かない位置で魔導騎兵でしっかり押さえてあげてゴーレムを瞬殺。このままねミノガールがねバルキリーもね倒してくれると思うんで、バルキリーも綺麗に倒してもらって、あ取れてワンパンやったな、まあ、取れていく。いいっすね。今の試合はなんかペンギンガードとかじゃないけどカタパが強かったね今のは、マジで。さあ来ましたねペンギンの餌。まあミノガールでも倒せるんですけど、さあぶっ倒しましょうか。はい、カンガルー終わりや、ドン。間にキャラ置いても関係ないっす。衝撃波があるんで、衝撃波のね範囲とね回転中のね範囲のね射程は同じなんで、回転の範囲が入ったらねどっかで衝撃波起きたら死にますね絶対に。カンガルーはうんいい感じ。もうこの時点でミノガールが残ってるのはやばいんだよな。こうなっちゃうともう止めようがないですもんね。さあまたカンガルー出てきましたね。ペンギンを回すが、ペンギンねこういう砦のところからね回しちゃうと砦の裏に行きやすくなります。なんで結構ね注意。さあペンギンぐるぐる回ってって、まあこれはカワショウいけるでしょう。さあペンギン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 、ほら砦のところからねやるとね裏に行きやすくなるっていう。さあまあまあいいでしょう、とりあえずまず干渉。はい、続いてやっていきましょう。今回カタパルト強かったな。はい、次ですね。もうちょっとペンギンがね活躍するところを見せたい。いや今回カタパルトとペンギン両方ともやばいよって話なんですけど、ミノガールかもだよっていう、ね、動画を撮りたいんですが、ミノガールが思ったよりも出てこない。
しかしですね、当たりました。安めめダック。ここでミノガール、さっき使ってなかったっけ？使ったよね、さっきね。そう。だから多分ね、いいとこ見せられるんじゃないかな。どうだろう。いや、本当にペンギンね、ミノガールに有利取れるんで。さあ、ウサギか。これ、取れで取りたいですね、先に。いい感じ。さあ、いいカニ。で、しっかりね、押さえて。だからあのペンギン寝たらね、ナメコのね、栽培ね、拾っちゃうんで、これだけちょっと痛いですね。そして、火炎か。まあ、これはマタンゴの毒で、毒出して、チビドラは一瞬で倒したいかな。俺、なんかペンギン一体まだ残ってるのか、すげえな。カンガルー、ワンパンしていく。本当に強い。さあ、激流。いいダメージ。さあ、ここでね、早めに、ウサギを処理して、トリデを狙いに行く。ただ、まあ、大型が来るでしょう。大型まだ来ない。カニか。ブラドラ、これカタバルト案件ですね。いいカタバルト。もう一発投げろ、頼む。ああ、神ゲーだわ。これ、強えんだ。プリンセスがね、合わせられてね、大ダメージ受けてますけど、それでもやっぱ強いですね。まあ、ここ、ミノガールいっちゃいましょうか。相手ね、もう一枚ミノガールなんで、まあ、先にミノガール切って、もう一枚のミノガール呼んで、ペンギンでやりましょうか。さあ、ぐる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 。これ火力やばい、マジで。ぐるーっ。さあ、砦がね、ワンパンかな。取りに行きたいところ。さあ、魔導のアビかな。さあ、片場で一緒に圧をかけていく。来ましたね。ミノガール。さあ、ペンギンがね、いいダメージ当てるんですよ。あ、まあでも取れちゃった。取りで。待て待て、ペンギンを回したい。ペンギンを活躍させたい。ペンギン活躍させたかった。さあ、相手のね、あの、カンガルーもね、ペンギンでやっつけちゃいましょうか。はい、スパーン。はい、スパーン。からのゴツン。いや、肩パ強えな、マジで。いや、チビドラがつ、チビドラじゃない、肩パほんと強えんだ。しっかり壁を置いて。カタパがやられないようにね。干渉を狙いたいな。ただ綺麗に守られてますね、だいぶ。これカタパ残ってるのでかい、マジで。ペンギン回して、点差かな、これは。入ればいいですけどね、守られちゃうかな。どうだろう。どうだ？戻られるか？入っていく！なんだ今入ったの？きらびか？ちょ、わかんないけど入りましたね。ラッキーラッキー。ここ強いんですよね、ほんとに。なかなか簡単に勝たせてくんない。もうこれで2回目かな？安め目当たったの。また当たるんじゃないのこれ。今同時刻に回してる人が多いことですよね。多いっていうか、まあ。まだフレンドはそこしか立ってないですけど。さあ、やっていきましょうか。まあ、足キャラもいるのはいいですね。じゃ、そろそろペンギン大活躍ゲーミングを今の見せていきたいんですが。ペンギン、ペンギン。さあ、回していくよ。回すかんね、まあ。とりあえず、トレデを取ったらバットかな。取れるかな、これ。あ、取れた。ラッキーラッキー。マタンゴでいいや。ベビーやすね。しかも、いやー、あの、マリオネットじゃない、なんだっけ、プリンセスか。プリンセス、ほんと嫌。あー、やばい。あ、回復する？あ、してない。オッケーオッケー。でも、バットだよね、プリンセスには。安定。サイクロ。これはね、もう斜め当て安定ですね。斜め当てで、サイクロは速攻潰したい。一体ずつ散った。あ、でも寄ったわ。えらいわ。ちょっと押していく。どれでも、丁寧に削っていく。さあ、後ろのね、めんどくさいヘッジオークさんはクリフラーで潰して、さあ、ペンギンいい感じに流れてますね。ここで取れないかな。後ろのペンギン見てくんないかな。無理か。さすがにしっかり見てますね。さあ、チビフォア来たら多分相手ベビー切ってくるでしょう。このベビーをどう止めるかだな。
まあ、チビ砲がね早々にやられてくれればクレフラまで流してね、クレフラでバクンジョしたいんですけど、痛えな。やっぱアベビやられましたね。カタパルトもやって、このねパイロットゴブリンがね取ってくれたら神ゲーなんですけど、まあ、なかなか取らないよねと。さあ、ミドをひっくり返ってくる。これをね、食べてほしい。食べてほしい。食べろ。食べない。1分27か。そろそろね、攻め時っすよね。ライダーがね、ミノガールしないと落とせないんで、ミノガールも行くのありだな。さあ、ガツッと。さあ、いい感じっすね。うまいこと、砦を奪いたいですが、守られる。相手から切ってこないですね。さあ食べていく。砦をもう一回狙いに行っていく。もう時間ないですね。サイクロ2本か、まさかの。でも相手も時間なくてね、あ、もう切るしかねえわって切ってくれたおかげでタイミングかぶりましたね。おかげでサイクロボコボコっすねこれ。さあいいダメージ。あとはワンパンを入れるだけ。もうひたすら流す、流しまくる、流しまくって、砦の前はあと流し、てかドラゴンライダー何？二人持ち。無理かな。取っていく。ただこれ厳しいですね。うお、ユカリン型バルティーノ、マジか。ようやるわ。 UFO で回収したんだな。ナイスユカリン。カタパルトのいいところだよね、こういうと、こういうところもね。いや、いい感じですね。いや、まさか。いや、普通にドローかと思った、今。ナイス。もうちょっとミノガール早く行ってあげれればよかったですね。よし、まあ、次行きましょうか。よし、やっていこう。もう全力で。さあ、ペンギンのね、いいところを見せていきたい。行きますよ。ペンギンに頑張ってほしいですね。本当に。クレフラ、そういえば、ね、あの、クレフラをね、たまにあの、育ててもいいと思いますかっていう質問があるんですけど、クレフラは、まあ、育てて損はないんですが、ちょっと微妙なところがありまして、クレフラですね、まあ、食べてくれれば強いですけど、出します、敵のキャラ倒します、食べませんでした。ってなると、大型に狩られて終わるんですよ。巻き込まれて。それが本当にクレフラの厳しいところで、食べてくれればいいけど、しかも食べたとしてもですよ、手札がキャラ数が少なかった場合意味ないんですよね。コスト回復しても、いや、もともとキャラ足りてねえしみたいななるんで、そこら辺がねうまくねできるといいんですけど、なかなか難しいところ。さあ、いいダメージ入ってますね。これはミノガール出してカタパルトが強えんじゃ。ペンギン回して、まあ、ペンギン回したけど、ペンギン云々関係なく先にカタパが強すぎて相手のキャラが壊滅した。さあ、いいダメージ、ペンギンの火力で潰して。ペンギンの声かなり痛そうだよね。スケールも全然痛そうだもん。ゴスかな。さあ、取り手が取りたい。取れるか、取れるか、取れていく。こういう時に UFO 強いよな。さあ、来ましたね、チビ黒。まあでもこれね、多分ね、投げるんすよね、ミノガールが胸を当たるんすよね。さあ、一体はね、回してみましょうか。ぐる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 スパーンズドン。いや、強いな、ほんと。いや、いいっすね、ペンギン。何回もあったね、情報によりね、今すごい使いやすいんですよね。守りにも使えるし、攻めにも使えるし。さあ、いい感じ。まあやっぱりその今回ペンギンの片場両方をね視点でね見てますが、まあ、カタパルトに関してはね、もう見たら分かると思うけど、マルチ最強っすよ。本当にやばすぎる。はい、やっていきましょうか。いや、カタパーやべえよ。ペンギンも強いんですよ、本当に。ただ、カタパがマジでやばい。マルチに関しては特にですね。まあ、ソロのカタパも強いっちゃ強いんですけど、まあ、裏引きじゃ別にいらんかなって感じだけど。
さ、なんと今回3戦目っすね、ヤスメムタック。じゃペンギンをねうまく使いたい。あのお相手ミノガールなの分かってるんで。さて、まあ砦を取れるかどうかですね。まあ相手がね足を今持ってなさそうに見えるんで、砦が欲しいところ。さあ取れていく。まあこれ奥まで綺麗に見ましょうか。スキル打ってくれれば。あーでも上届かなかったな。ベビーが重いぞ。どうしようかな。まあ小玉で取れればいいかな。小玉チャレンジは多くなったさて、まあこのウォークをどう使うかですね。まあ、魔導も枯れてあの小玉死ぬんでね、まあ、とりあえずもう壁で置いちゃいましょうか。さあからのウォーク、ナメコ、ナメコが欲しい。ウォークばっかや。2体切ってウォーク2体か。まあそれも強いんだけど、マルチだからね。さあここ取りたい。からの魔導騎兵か。さあカタパルトいいっすね。これはもう文明余計に使ってあげましょう。これでカタパがねほぼ食らわないで済むんで。さあこれいっちゃいましょうか。これはゴリゴリいこう。これ多分ゴリゴリタイム。オッケー、ナイス。いやいいっすね。いいダメージ入ってる。これいったんじゃないの。さあ裏ね、まあ回しますか。回しワンパンで死ぬかな。ワンパンで死なないな。まあ残りは剣士で見ましょう。うん、いい感じ。うん、いいね。カタパが強すぎてペンギンが何かする前に死んじゃってるな。まあでもかなり強いんでおすすめです。はい、使ってみてください。はい、では今回もね、ご視聴ありがとうございました。今回やったのは、アビペンギンと味方カタパルトです。よかったらね皆さんまたぜひご視聴してみてください。あとねチャンネル登録お願いします。ではお疲れ様です。